ラストニュース木村です。今日は、ネタ小屋1階ドドを紹介したいと思います。こちらです。こちらがネタ小屋ドドです。ヤゴが出ておりますという感じで、はい、上が劇場になりますよね。じゃあ入ってみます。お願いします。これが、ネタ小屋です。ネタ小屋1階ドドです。ステージは、まあ、ステージとホールの境界線はないんですけど、まあ、こういった感じでテーブルもゆったり座れる感じですね。でステージは、まあ、この辺で演者さんが演じていただける感じになっています、はい、でこういう長机も置いてますので会議仕様にも行けます、はい、こっちは楽器が置いてます。これは楽器レンタルできますので手ぶらで来ていただいても、歌を歌ったりできますね、はい、でカホンなんかもありますし、はい、であとは、これプロ、スクリーンありますのでこれに投影して会議なんか使ったりもできますので多目的な感じでご利用いただける感じですね、はい、でこっちはバーカウンターです。あここでお酒食べるもんはちょっと持ち込みであったり取ったりオーダーしたりなんですけど、飲み物は、ちゃんとこういう形でですねはい、こういう形で取り揃えていただきますので、はい、それでは、ネタ小屋どうぞ、よろしくお願いいたします。ちなみにこちらがですね、こちらですね、はい、どんどこアソシエイトミュージックの、事務所ということで、使わせていただいているというような、はい、以上でございます。皆さんどうぞ、ネタ小屋1階どうぞご利用いただいたり遊びに来たりしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。